ちゃ、あちゃです。ちょっと今日ね、用事でね、山くだらんなことが起こって怒って言って、山くだらんとダメなのよ。で、桜行きましょう。はい、なんのこっちゃらで、ちょっとね、あの、とにかなもんがあるのよ注文してたもんがね、入ってきて、そういう布団に行って、行くついでにね、今週のお弁当のまあね、メインおかずぐらいを買っていこうかな。おうち、今週ね、やっちゃん、今週木曜日は大阪でしょ。なんか大阪の日はいらんねん。大阪の日はいらんかな。今日月やから、今日の晩ご飯はあんねん。で、明日もギリあんねんけど、お弁当はね、できるだけ食材新しい方がいいかなと思ってね。だから、ね、何かかな、ちょっと買おうと思うけどね、火曜日、水曜日、金曜日、3日分でいいね。お弁当は火曜、水曜、木曜、金曜、4日分、4日分やねんけど、4日分をどうしたもんかな。4日分、メイン何作ったのかな。メインはね、サブはまあ根菜類、まあね、きんぴらごぼう作ったじゃない、きれいから、ね、GPS を受信できません。野菜が高いよね、まだね。GPS を受信しました。昨日さ、何やったっけな、マグロかなんか味見たら唇やけどしてさ、痛い痛い、まだ皮めくれてんねん。明日は唇の、イカリア長介みたいな、長介の抱き物や。べってこう、打ってなった感じがする。痛くてさ。いや、長介好きやからええねんけど、別にああ。どこ行こうかな。トマがずっとね、海鮮ばっか食べてるから、海鮮食べてるかって、まあ海鮮でもいいねんけど、しかならんからね。なんか好きなある、焼いたり煮たりさ、嫌がるからな。ね、カラスカレーとか美味しいしな。とかあれとか、カツオの鉛節とかがさ、美味しいんやね。まあ、鉛節パサパサになるから嫌がんねんけどね。鉛節ね、温めてあんま出ないけど、崩してマヨとなんかでね、玉ねぎ辛み抜いたやつと混ぜといても美味しいんやけど、子供がな、食べへんかな。酒もね、さっと茹でて、塩鮭じゃない、生鮭に茹でて、でフレークにして玉ねぎ刻んで
マヨで揚げたらね、あちゃん子供の好きやったんよ、あれお母ちゃんよう作ってくれてね。で作ったんやけど、子供に人気ないない玉ねぎな、ジャリジャリしてる。それが美味しいのに。あー悩むなー。こういう時あるかな、ネットで調べたらね、硬いもんね、レシピが分かってたらいいね。あのレシピっていうか名前が、なんかまあ今日は言ってみたら、まあ、ブリの、ブリ大根しようとか、今日は、ね、何をしようとかなったら、ね、クックパッドで選ぶっていうのもあったりするんだけども、とかネットでね、まあ、何ってググったらいいね。まあでもブリの美味しい料理とか、カツオの美味しい料理とか、豚の美味しい料理とかって選ぶ、まあね、演歌からけど、めんどくさいねんけど、本やったらさ、パッて開いたらなんかもう何ぼかレシピあって、そっから選ぶって、ええねんけどね、ええねんけど、この本見ながら作るのがめんどくさくてささあって言って、だからその量っていうのは、あの醤油何ぼ何何ぼとか調味料に覚えられへんかったりするしね、工程ね覚えてすのが嫌で、で結局もう自分でふって思えたらもう作るねん。で結構当たり外れが多いねんまあそれはそれでありっちゃありやねんけどな。なんて感じって。18度、外気温18度です。奈良は快適です、はい、ちょうどね、まあ、今日は半袖、みんなコメント欄でね、台風の後は日本晴れ、すっごい日本晴れ、青空綺麗に晴れてるけどね、涼しいよ奈良は、奈良は気持ちいい天気、涼しくてね、いい感じ。水食べるのが好きや、水炊きが好きやねんけど、鳥の水炊きしたろかな、鳥やったらまあ喜んで食べるけど、ふんく食べさせてあげたいねんけどね、ふんく食べたらトラフグがキュッパかなんかだった、その店高いな高いな、だからお寿司一回食べに行ったらそれがかかるから、外食行ったらね4000、5000払うから、なんかお家で食べるのに3000円とか高い気がするよな。
GPS を受信しました。いいねけどね。好きなとこにいたいよね。なんかお野菜買いに。まあほんでエバグリーの野菜はあれやねんけどね。買いなちゃうか。ちょっと行こうか。道の駅的なとこ行きたいんだけど、そこ行ったらいいかな。マコルバ基地行こうかな。ゆっくりしてもいいんやったら別に葛城行ってもええし。行ったことになったね。プルート行ってもドライブ買ってんで行ってもいいねけどな。早く帰りたいんよ今日は。なんか知らんけど、なんか知らんけどね。帰って元気やったら常備菜とか鶏ハム作りたいね。気分は鶏ハムなのよ。牛肉買って帰ろうかな。お弁当ね。GPS を受信できません。GPS を受信しました。
鮮系食べたかってきたな。この前一人ハマずしたけど、海鮮系が食べたいな。今日はお家で歩いて宴会しよう。こんな寒くないしね。そう、ああ、行こう行こうかよ。お腹減ったな。まだお昼ご飯食べてないね。フードお惣菜でも買って食べようかな。
その仲間いるわな。出てくるの遅かったからな。キャンプの綺麗な車多いな。教えたりたいねんけど、横並ぶの教えたられへんしね。1個切れとったらね、まあ、どうってことないけど、1個切れとるってことは、反対側切れたら全く使えへん状態なんか危ないやんか。教えたりたいねんけど。本屋さんでね、本を買って、帰りたいし、行きたいね。行きたいけど歩くところがないよな。川見て、桜山商店街歩いたからなんか歩くとこないしな。桜井も紹介するとこないよな。桜井でここ紹介するとこあるとか言って教えて、誰か。じゃあ知らんのよ、桜井も。桜井だけじゃなくてもいいんだけどね。あっちゃんの近場で、なんかね、いいとこあって教えてください。テスラも行こう。斜めに出てくるか。行きましょう。駐車場開いてるかな、開いてないかな。もうここ開いてた。よいしょ。ちょっとランブ行ってきます。